心理学ねタイプ論でアニマ・アニミス像っていうのがちょっと解説できるんじゃないのかなっていうのを列機能ね喋りながらずーっと考えててで、劣等機能っていうのは結局自分じゃ手に入らないから外注するしかないよねってことで例えば俺直感型だから感覚型の女をいい女っていう風に取るのよ例えばね清少納言とかレオールとか仕事のできる女いわゆる切符がいいなんかこうパパって仕事する女見てるとわぁこの女いい女だなとか思って眺めちゃうんだよねっていうで、これってねまさに劣等機能 外注したがってて、多分ね、欲しがってんだろうなっていう。 で、他にもね、俺の趣味はっていうんだけど、まあ要するにね、自分のタイプを補ってくれるところをあの多分欲しがってるっていうか。で、ここのね、直感感情のゾーンっていうのは、多分ジャンヌ・タルクとかも入ってくると思うんだけど、お母さんって感じのキャラ、また母性が強いバブミーが上がってる女。例えばね、この井上吉子のキャラとか、富野義行の女キャラとか、まあ女臭いでしょで、癒しで、えー、ゆったりしてて、で安らかでって言って、 この辺ね、俺からすればね、女臭すぎてね、ドン引きしてて、ちょっとね、まあ、うん、騙してやるにはいいけど、とかいうレベルの話で、そもそも好みじゃないんすけど、みたいな。だからね、俺なんかが、あの、 えー、お母さん、えー、人妻あ,あなたにね、ほとんど興味ないのが多分この辺。うん、特にね、うん、お母さんが強い人。だからこのアイリス・フィールとか、天童かすみとか、このラーマ2分の1の。この辺のキャラ見ても何にも思わなくて、俺どちらかってはっ2番目の方が好きだったよね。あの高山みなみの声、うん。だからやっぱりね、好みっていうのはこのタイプから出てんだろうなっていう。で、あこの赤いレーダーチャートの俺のレーダーチャートねっていう。 で例えばね、他にもね、俺の趣味って言ったら、この直感思考が強いタイプ、思考型の直感なのか、それとも直感型の思考なのか、一ったいといて、まあ、要するにね、ここのゾーンってね、自分のないものを持っている人たちで、似たようなものを見てるんだけど、ちょっと違う判断するから、まあ、勉強になりますよねってことで、えー、シャドウ一歩手前のゾーンではあるんだけど、俺の思想的存在ってことでね、なんかうるさいこと言ってくれても、あの、気にならない人たち。例えば、このスカサ派とか、 えと最近の茜話とのところ、乱災かうららとか、あとマリダ・クルス。マリーダは多分思考が強いんだと思うんだけど、この辺なんかニヤニヤしながらね、俺がね、気がついてないところを指摘してきそうで、まあ助かるよねって、ロメディア選挙のロメディアなんかも多分ここだと思うんだけどねっていう。で、えっと、俺がね、エロいっていうかね、まあこの辺はね、適当に付き合って適用にやっとくのもいいよねっていう、いわゆる恋人として見るのにいいゾーンっていうのは多分ここら辺で。 えー、感覚感情うん。だから感覚型の感情が強い女って感じかな。また感情型の感覚の強い女。 まあ、ここはね、えー、っと、価値観が共有できるんだけど、まあ、でも見てるものが違うし、感じ方も違うからっていうところで、まあ、うん、うん、そういう感じで、ちょっとね、色気を感じるのかなっていう。例えば、ジャンヌ・オルタとかユ、有機葵とか、AV 女優の多くとか、アホで素直な女のイメージだから、まあ、ちょっとね、自分とは違う価値観があっていいのかなっていう感じ。 で最後に、えっ、ー、と、ここのゾーンを入れてないですよねっていう思考型の感覚または感覚型の思考。これ代表的な人って誰かってね。 えー、多分ね、三浦瑠璃とか、あと上野千佳子とか、俺、あの辺に関してはね、もう徹底的に、あのー、嫌がってるでしょう。うん。三浦瑠璃とかね、別に人間としては嫌いじゃないのよ、上野千津子も。ただね、あいつらがやっている、その、なんだろう、うーん、が、ちょっと気味が悪いとか気色が悪いとか思っちゃうのがね、 多分もうシャドウが入ってるからなんだろうなっていう。だから直感型ちょ、また補助直感の思考だったら別に気にならないんだけど、感覚の方のね、思考だとね、もう多分ね、全く理解できない感じだから、まあそんな感じでね、ちょっと勘弁してくださいよって感じで、うん、なってるんだと思う。例えばあの、大佐とかね、他人同定くん、他人どんべいくんだ。なんかがこの感覚型の補助思考でしょう。う でこの人たち見ながら俺いつも思うのがドン引き。うん なぜかドン引きするかっつうと、あのー、よくそこまではっきり物言えるよねとか、えー、とそういう,なんかこう、うん、割り切った考え方をよくできますよねって感じでね、俺もドン引きっていう。まあ、そんな感じで、ねえー、ユング心理学タイプ論でアニマ・アニムズ像っていうのを俺を例にちょっとね語ってみて、まあ多分ね、本当にね、こういうことなんだと思う。自分から見て欲しいものはどこかっつって、うん、まあこの辺なんだろうな。つまり感情型の人だってね、多分思考型の人なんか欲しがるんだろう なってるでシャドウになってる部分を嫌がって、えーえーえー、っと補助になってるところをこう共感して喜ぶみたいなそんな感じでね、えー、今回アニムアニムスゾっていうのをお礼なりに解説しましたとじゃあ失礼します。